万国の皆様、こんにちは。本日は皆様の来月からの通学定期券を発売させていただきます。あらかじめ先生方からリストをいただいておりまして、そちらの通りに作成させていただいております。はい、みんないいか、名簿順に学生証とお金を持って金さんのところに行ってください。あ、先生、学生証忘れました。昨日ホームルームで言ったよな。明日は定期の販売があるから学生証を必ず持ってきてくださいよって。いや、昨日カバンに入れたと思ったんですけどね。入れたと思ったじゃダメなんだよ。今なかったら意味がないだろ。はい。あ、先生、もし学生証を忘れたっていう方はまた後日駅まで来ていただけたら発売させていただきますので。ほんとごめんなさいね、金さん。いえいえ。ほら、こうやって金さんにも迷惑かかるだろ。あー、ごめんなさい。あ、大丈夫大丈夫。すいません、自転車ください。あ、すいませんすいません、お待たせしました。こちらですね。では12秒の遅延証明書でございます。いや、そんなわけないでしょ。30分ぐらい遅れてましたよ。あ、これはですね、私の遅延した遅延証明書でございます。いや、そんなのいらないんですよ。早く遅延証をください。いや、本当にね、最近鼻水がひどくて困ってるんですよね。あ、これですね、こないだ病院でいただいた証明書です。いや、あなたの鼻炎症なんて知らないんですよ。遅延証が欲しいんです。あ、もうわかりましたよ。もう僕は戦いませんので、戦いませんので、お客様の勝ちでいいですよ。いや、不戦勝。何の勝負してたんですか。早く遅延証が欲しいんです。あ、すいませんね。お待たせして申し訳ないです。こないだね、これ静岡から届いたものなんですけど、結構ネバネバするんですけど、意外と口の周り痒くならないんでね、安心して食べてください。いや、自燃状。いらないんですよ。何が痒くならないですよ。安心してくださいですか。遅延証が欲しいんです。自燃状なんてもらっても困りますよ。あ、どうも、相川翔です。ちょっといい加減にしてくださいよ。警察呼びますよ。そんなこと言うんじゃねえよ。悲しくなっちまうじゃねえかよ。今の気に入ったらなんて言うんだ？ピエンって言うのか？ピエンだよ、ピエン。ピエンだよ、相川翔はピエンだよ。ピエン翔！また遅延遅れてんじゃないかよ。おい、どうなってんだよ。いつ動くんだよ。申し訳ございません。謝ってばかりに言うで説明しろよ。眠いので。は？いや、眠いので今日は全面運休です。何言ってんだよ、ふざけてんのかお前。本気ですよ。鉄道員はいつも眠いんです。ただでさえ 3,4 時間の睡眠で、ましてや最近は異常時続きで寝れてない社員だっています。だから今日は寝るんです。お前じゃ話になんね。駅長呼べ、駅長。寝てるに決まってるじゃないですか。ん？今この駅で起きてるのは僕だけですよ。上の人はみんなぐっすり運休中です。ふざけた奴らだ。じゃあ、聞くけどよ。お前も寝なくていいのかよ。いや、あんたみたいな人がいるから寝れないんでしょ？もう早く帰ってくださいよ。僕も、眠いんですよ。